真似してるよりまでできてないのかとかと、そういうことで自分たちで作れるか、いろんなところで使うかなと思います。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、純子です。こんばんは、みやぞんでーす。はい、今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。今日はね、はい、腕の形についていきたいと思います。形で、太さじゃなくて形。太さはね、それぞれ、ね、しょうがないよね。はい、うん、なんでこう形を作るのにポイントがあるんだよね。例えばレイモーション、例えば、はい、太陽、うん、うん、はい、はい、じゃあみやぞんまた、はい、レイモーションをね、真ん中に来て、はい、さあ、はい、ね、この時間いつもレイ行きます、はい、はい、レイ、はい、いかがでしょうか。うん、もう一回、ガッツン、何がいけないんだろう。もう一回、で胸からあなた行って上行ってレイをかけました。ここにレイがあります。あ、じゃあ太陽やって、太陽、太陽、はい、ここからグッと行って太陽は上高くあります。うん、オッケー。うん、オッケー、オッケー。いえいえ。じゃあちょっと見て。はい。一つのパターン。はい。はい。ああ、はい。あります。はい。レイ。じゃあこれだ、これだ。それだ。太陽。なんかですね。正解ちゃう。はい、レイ。ああ、昔で1のパターンの1のパターンね。うんうん、注意して。ああ、そっか、なるほど。なんかね、なんか思うのね、ここでも、あれだけど、胸もそうだけど、ここがね、ここのところがね、ただこういうふうになってる。どうでしょうね。もちろんできてるんだけど。でも本当そう、その部位をね、使ってないのよね。そう、この形、多分 C、よく風とかありますよね。はい、風とか、レイとか、片手のレイとか。うん。これがね、こういうふうに、こう。なるんだよね。で、これって、ね、真似してるよりまでできてないのか、どこかっていうと、まあ、肩を落とすよね。肩を落として、ここでもこの半円を作るのに、まあ、考えたらあるけどさ、ここもこう力を入れて形を作る必要があるんだよね。それが、ここね。これこうなってる。肩上がってなくても、そう、ビーンとなってる。わかる、うん、で、それが、例えばさ、平和。こういくのを、わかるかな。丸ってここでやるさ。ね、こったらどうなの。そうなの、そうなの。キュッペって感じですね。そうなのよ。そうか、そうじゃなくて、こう、キュッペを、ここを少しこう、たぐませる。そう。こんな感じ？そう。あ、できたかも。そう、そしたらさ、これがさ、こうなると。そう。さっきのみやぞんは、はい。まあ、狭いの。狭い？どこがどこがどこが狭い。ああ生き生きとした例に見える。あとはふにゃーそう、なんで、ここの形がを無視して形って作れないんだよね。ああ、それ、ここによってこれもこの量ももちろんここの高さが違ってきちゃうんね。まあそうね、まあそれだけじゃないけどね。うん、それだけじゃないけど、形はこういう風になってるし、はい、はい、こうなってるし、違うじゃん。違う。で、これが、まあ最近目立つのは、うちの教室ね、こう、丸く持ってきなさいとか、はい、うん、ここから作ってますよっていうのを、形を、言ってるのね。はい、C の形。C。そう。あ、そうか、C ね。意外に C が作られるな。うん。うん、うん、この
二の腕、一の腕、うん、全部こう力を入れてさ、はい、うん、力を入れてこう形を作るわけね、丁寧に。だから私が思うには手首と付け根みたいな、手首で肘をこう緩めてるんですよね。肘が緩めてこうこうやるってことね。そう、で緩めてるだけだとこうなるんですよ。そう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 、うん、こう力を入れて形を作ってる、ここは伸ばして、うん、ちょっとないんだよね。あ、肘だけもあるね。形作るのってここ、ここがすごく重要だよってすごく最近特に思ってて、うん、チーチー作れてます。うーん、そう、なんかさ、バランスだと思うんだよね、フラって。うん、うん、なんかこう手と体とお尻全身で対面するんですよ。ほんと思いますね。そうか、2、3、あ、3、うん、それも、うん、体操だ、うん、ね、体操ならね、ピシッピシッで綺麗ですけどね、全身で動作を表現するでしょ。ここからも丸を作って、あ、止める。あ、まあ、どこまで止める、高さどのくらい止めれば、あ、はい、これね、この C ね、うわ、綺麗ですね、綺麗 C、 いいな。なんでね、あのこう持ってきた時から、じゃこういう形に持っていくわけだ。うん。で、まずこういう形を作るには、ここの力をこう入れますよっていうことね。うん。うん、で、ここ入れたら初めて手首とのこう、なんていうか、一体感、そう、一体感ができるのよ。だからね、すごいね、こう、気を使って形を作るんだけどね。気をっていうか、筋力を使って。気ができないから、トン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 、あ、もうちょっとこうかな、もうちょっとこうかな。入れたけもうちょっと回るかな。もうちょっと丸めてみようかなって、そういうことで形で作れるからさ、今私が分からなかったのは、ここが広すぎた。そうなんですよ。それは見るところがここを見てないから、ここを見ればぐーっとこう、そしてやってる、リモーツ。バランス、バランスで見たらいいと思う。なんか自分の形、体型でやるんじゃなくて、うん、こう、なんていうの、こう、バランスよね。漢字を書いてるような感じ、体で。そっか。真ん中がこう、小学校の小とかさ。あ、で、これやったらいい。それがさ、うん、これだったら、うん、うん、うん。そう、だから、客観視、この指導者の形を客観視して。うん。そうだね。ディ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 、うん、みんなで合わせていきたいんですよね。欲しいですね。はい、ここは緩めながらも伸ばしてグッとの、ここの C ですね、この形、はい、手首にこうつなげていきたい。一回かね。そう、で、手首から指もつなげていきたい。指までね。そうです。あ、そうか、ここからいって手の、こう、手のひらを使って指の力までこうつなげていって、よしと丸になって、やると。あ、そっか。てん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 でね。そう。はい。うん、みやの形は悪くなかったね。こう、まあ、こういう形じゃなかった。ああ、うん、ね、そうそう。だけど、これはやっぱ全然違う。逆バージョンのあの人がいるとは、まさかうちの教室に。うん、でも今分かった。だから、こうなってた原因は、ここに力が入ってなかった。こう、ぐー、こうですね。C。合ってるかな。はい。そうなんです。デイモーション、太陽、うん、いろんなところで使うかな、この技術。うん、まあ、肩を閉じて、肘緩めて、こう形を整えてって、まあ、いうことなんだけど、うん、ちょっとここもここも使って柔らかい動きを、形を、まあ考えたらわかるですけどね。考えない人もいるかもしれない。そう。そう、つもりはダメ。こう、よく、太陽、こうなってる人多いかな。こうなってる人多いかな。あ、こう、うん、それはもう、こっからの一体感がない。そう、もう、ここにしか入ってないんだよ、こうして。手首しか入ってない。はい、そうそう、今こう、うん、やってみたらわかるの。わざわざ自分でね。それはそれでね。うん。違う踊りでしょ。うん。こうじゃない、
こう、なんていうの、こうじゃなくて、こう。うん、ああ。すべてこの C にかかってきますね。うん、C から T まで。ここを気をつけなければ、ここに行かないっていうかさ。ああ、うん。ここ。うん、ここ発信でだんだんとここまで来る。そう。だから前から上の話で、一本じゃないよっていうのはね、言ってるから皆さんお気づきだと思うんですけど、そう。ここで作りますよって話でした。はい。ちょっとオタクっぽい話だったけど。C は大事。大事。はい。うん。第一本。はい。はい。じゃあこれからね、永遠に15本くらい撮るんですけど。頑張ります。はい。はい。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをはい、お願いします。ありがとうございました。皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですねコツをたくさんご紹介しております。チャンネル登録お願いします。